セリニシャイエリシェはフランス出身のピアノ奏者。ディールにセリニリシェとして生まれる。幼少時より音楽の才能を母親から認められ、10歳で地元の音楽院でピアノを学ぶ。翌年にはパリ音楽院のラウール・プルニョのクラスに入り、1898年に一等賞を得て卒業後は市のプルニョの配慮でカミリー・ル・サン・サーンスとのジョイントコンサートを開いて、 ピアニストとしてデビューを果たした。1908年にはバイオリニストのマルセル・シャイエと結婚し、夫婦で演奏活動を続けたが、1926年にシャイエが体調不良から教育活動に専念するようになってからは、ジョルジェ・エネスクをパートナーにして演奏活動を継続した。1941年から1947年まで、 女性だけのメンバー構成によるピアノ50相談を立ち上げ、パリ音楽院でも教鞭を取るようになった。エネスクの晩年にもエネスクの伴奏者を務めて、いくつかの録音を残し、エネスクの死後には、ブカレストのエネスク資料館の立ち上げに参加した。フォントネオーローズにて没。ありがとうございます。